7月31日までなんですけれども、私西田渡の写真集ですね、カラーオブ東京がですね、キャノンオンラインショップから発売しております。伝統と未来が、ね、交差する東京の街を色鮮やかに切り取った写真集となっております。ぜひねご覧いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。どうも西田渡です。本日なんですけれども、全てが撮れるカメラセットの紹介っていうところでね、ご説明していこうかなというふうに思っております。これどういうことかと言いますと、カメラボディ1台そしてレンズ1本っていうふうになったら、どの組み合わせが全て撮れてしまうのかっていうね、究極の選択ですよね。で、僕もね、例えばですが海外に行きます、カメラ1個とレンズ1本しか持っていけませんってなったらね、皆様だったらどういうセットで行きますか。で、そういうところですよね。これ究極論なんですけども、実を言うとここを研ぎ澄まして考えていくと、実はかなり装備がシンプルになる上に、実はカメラってこのレンジここがあればほとんど撮れてしまうんだろうなっていうところにもね、帰結していけると。もちろん特殊撮影である鳥とかをね、撮影するんだっていう風にもう決まってる人とかは厳しいと思うんですが、例えば最低限街中のスナップですとかテーブルフォトとかね、そういった日常での撮影っていう常識の範囲内の撮影って意外とありますよね。そういったものでこのカメラとこのレンズがあればほとんど撮れてしまうんじゃないかなっていうところをね、今日はご説明していこうと思います。皆さんもね、究極にボディ1台レンズ1本ってなったらどういったものがあるかっていうのをね、コメント欄でねお知らせ願えたらなという風には思っています。僕なりのね、究極のボディ1台そしてレンズ1本というところはこちらですね。 EOS R そして EF の 24-70mm F2.8L2USM そしてコントロールリングマウントアダプターですね、 EF EOS R、 このコンビがね、僕は結局究極1本1台ってなるとここかなっていうふうに今は思ってますね。コントロールリングマウントアダプターとくっつけてこういった感じ、ちょっとね広角で撮ってるんでデフォルメはボディ的にされてるとは思うんですけれども、どうですかね、こういった感じで、あとはこうやって伸びるような感じですね、伸びる形のズームっていうね、でこういった感じ、重さがだいたい 1588g ですね、なので 1.6kg ぐらいというところで、まあ 1DX のボディぐらいというふうなイメージでいとけばいいのかなというふうに思います。なのでまあギリギリ持てなくはないですよね。 1.6kg、確かに片手で持つとずしっとくる感じはあるんですが、やはりこの安定性とかね、この撮影の精度とかを考えていくと、必然的にここいいんじゃないですかっていう、まあ僕はもうここがゴールかなというふうに思っております。このセットの深掘り解説を今からしていこうと思っております。まず深掘り解説のね1点目なんですけれども、ポートレート、そして風景、そしてスナップですね、ほとんど全てなんですけれども、この24-70のレンジがあればですね、撮れてしまうかなっていう感じですね。僕自身も実際にカラーオブ香港自体は24-105の F4 の ISUSM 1型で撮ってるんですが、実を言うと24-70の F4 でもね撮影したりしているんですよ。ビクトリアピークからの夜景があるんですが、こことかなんかはね、これは EF の24-70の F4 で撮影してるんですよ。それ 2.5 秒、そして三脚なしですね、ヘリに置いてねスローシャッター切った、でもこれぐらいね綺麗に撮れているんですよね、っていうぐらい究極に1本で構成できなくはないっていう感じなんですよ。スナップとか、そしてポートレートとかもこれで撮れちゃいますからね。24-70のレンジがあればね、かなりのポートレート撮れるんですよ。事実上こういった形でねズーム効かせてっていう風に、24mm の広いところから 50mm も使えますからね。そして 70mm になると比較的中望遠気味のね描写ができるので、結構そこそこの引き付け効果も狙えたりすると、なのでパースペクティブ的にはねかなり完璧なんですよね。 24mm 撮れるとかなり広角のワイドレンジも撮れますから、かなりね、デフォルメした表現も可能と。で、次なんですけれども、事実上ポートレートの有効な絞りっていうのはだいたいね4とか 5.6 で撮っていくのが基本かなっていうふうに思っているんですよね。で、もちろん単焦点で2とか、2.8 とかでね撮影していって、溶けていくような、ね、描写を楽しむという方法もあるんですが、それは結構ね特化した撮影を今日はするぞっていう時にやはり 2.8 ぐらい使っていくんですがね、事実上ちゃんとタレントさんとかその人をきっちり写すってなってきた時には、やはり 70mm で F4 で撮っても結構目にピントあっても後ろボケますからね。そう考えるとね、やはり F4 から 5.6 ぐらいのレンジは最低でも使っていく、そしてスタジオ撮影とかできっちり撮るぞってなったらね、意外と F8 から F11 ぐらいで撮るんですよ。もうどんなに寄ってもある程度ピント解像感をきっちり出すぞっていう意味でもね、それを考えると単焦点の 50mm そして24-70の 50mm のレンジで撮る F8 の描写っていうのはほとんどね見分けがつかなくなるんですよね。
そういった意味でもポートレートで F8、F5.6 ぐらいになると単焦点と2470の F2.8 とかこのね最高級のズームになるとね差がそんなに出ないんですよね。ここが結構ね僕の中では肝かなというふうに思っておりまして、でさらにもう一点なんですけれども EOS R とねデュアルピクセル CMOS AF の組み合わせがすごいんですよね。これはもう何度も僕は言ってるんですけど本当に驚いたんですよ。普段業務用途ではどうしても今この瞬間を撮らなきゃっていうこともあったりするので、特に白本のねスタジオとかでは、なので現状は 5DSR とかのね5000万画素を使ったりしているんですが、やはりねこのちょっとねプチフリーズがこう覗いて撮影するときにある関係もあってどうしても出ていくのは高額のファインダー機種なんですが、でもここのオートフォーカスの便利さを味わってしまうと、例えば趣味性の高い作品の撮影とかになったり、あとはポートレートでも作品撮りとかになるとね、僕間違いなくもう EOS R 持ち出すんですよ。それぐらい 5DSR で撮る2470のボディの描写と EOS R で撮る描写だと EOS R の方が正直ね上ですね。解像感とかこのデュアルピクセル CMOS AF のオートフォーカスの精度の高さによってね倍々のような形で描写が良くなるんですよ。 EF レンズがね本当に EOS R と組み合わせると生まれ変わるので、僕は今、EF レンズを持っていたとしてもボディは EOS R を使いたいっていうのがね正直な気持ちなんですよね。でもう一点ね、何度申し上げますけれども、オートフォーカスの精度とやっぱ解像感がね、共にこの EOS R になってデジック8、そして CMO センサー積んで良くなりましたよね。なので EF レンズとのこの組み合わせ、このバランス感もね、僕まずは好きなんですけれども、それだけじゃなく事実上のこの EF レンズの描写も素晴らしいのでね、なおさらね、また EF レンズが好きになってるっていう状態ですね。なので僕は何度でも皆様にね、EF の24105の F4、1型がいいですよとお勧めするのもそこなんですよね。EOS R と組み合わせると本当にいい描写してくれるようになるので復活って感じです。それともう一点ですね、で何度申し上げますけれども 5D よりも間違いなく描写力が上かなと思います。デュアルピクセル CMOS AF そしてデジック8そして CMOS センサーというこの三位一体の合わさったねこの描写性能っていうところが全ての EF レンズに言えるんですけれども、今まで 5D マークとかで撮ってた描写よりも本当に明らかに1個上で出てきてるなっていうイメージ、そこでさらに2470という現行でもねだいぶ古いレンズにはなってきましたけども、やはり現行で発売されている最高描写のね 2.8 同士のズーム、ここを組み合わせるとですね結構もう鬼に金棒っていう感じなんですよね。僕自身も本当にここでこれを持ってぶら下げていっておけばまあほとんど撮れるなって、人がフラッと来ましたポートレート撮ってください OK って言って太陽光とかを見極めたり晴れ曇りだったりしたらそこをねいいところを見つけながらこうスキントーンをねバンバン描写性能出していくっていうね、そういったこと全然できるなっていう、もう本当に自信満々に進められる機種って感じです。で最後なんですけれども、中古でうまく組み合わせればこのセット1セットで30万ぐらいで済むっていうところなんですよね。正直ボディ1台分ですよね、考え方によってはね。 EOS R がうまく買えればマップカメラの用一とかのタイムセールで今13万5000円らしいんですよ。めちゃくちゃ安くなってますよね、本当安いんですよ。でコントロールリングマウントアダプターが中古だと2万円、新品でも2万5000円ぐらいっていうところ、視聴者の方がね2470の F2.8 の2型このレンズですよ、これを13万5000円ぐらいで購入できたっていうね報告をいただいたような気がするんですよね。あ、そんな安くなってるんですかっていう、13万5000円、13万5000円、26万、そしてこのマウントアダプターが2万5000円ぐらいって考えると30万円切りますよね。これがまあ一番安く買えてそれですね、新品で買ったらもうちょっともちろんいきますが、ただこれを持っておけばほとんど自分が撮りたいっていう、特に僕なんかそうですけど、ポートレート、そしてスナップ、風景撮ろうと思えるものの7割か8割ぐらいはここでいけちゃうよねっていう感じなんですよね。 24mm、28mm、35mm、40mm、50mm、 そして60、70mm っていうね、もう単焦点でこう区分けしていってもだいたい今言っただけでも5、6本ありますよね。これを考えるとね、もうこれ1本 EOS R にも刺しちゃえば 1.6 キロで、今持ってる限りでもね EOS RP とね単焦点とかと比べたら 700g に比べたら重いですよ、倍以上重いけど、でもがっしりとしてて撮るぞっていう意識は高まりますし、オートフォーカスの精度とか速度もめちゃくちゃ速いんですよね、本当に速いし、RF レンズともねぶっちゃけ遜色ないなっていうのが僕の感想。コストも抑えられる、描写もいいっていうところでね、本当に全てが撮れるカメラセット、一つのセットを紹介となれば僕はここかなっていうふうにね結論付けたいと思っております。ではね総括に参ります。
で海外に行く際に、ね、究極の1セットは何って言われたら、ね、迷わず僕このコンビっていうところですね。冒頭にも申し上げたんですが、もう本当に機材も最小限に持って行ってくださいっていう、もちろん予備ボディとか持っていきますよ、もちろん仕事だったらね。だけど究極で1台1セット持ってこいって言われたらここかなっていう。で何を持っていけばいいって誰かに聞かれたら、重いけどこれだと全部取れるよみたいな、オートにしてプログラムオートとかにして、あと押すだけで全部撮れるよっていう風におすすめしたいかなと思います。さすがにカメラ初心者の方とかだと重いって感じてはしまうと思うんですけれども、もう間違いない装備ですよね。使えば使うほど20年間キャノンを使ってきて、これほど間違いないセットは現状ないかなっていう風にね思ってますよね。あともう一点、 AF の安定性が何度も言いますけども、デュアルピクセル CMOS AF でいいと。さらに良さあるすごいところはマイナス6 EV っていうね、とんでもない暗所性能があるんですよ、オートフォーカスのね。マイナス6 EV、 多分出ているカメラの中でほぼトップレベルの暗所性能なんですよね。なので暗い真夜中の状態で真っ暗漆黒でもピントが合うっていうね、恐ろしい性能を持ってるので、オートフォーカスがね、そこも暗いところでね、夜スナップとかする際にも、旅とかで行く際にもね、そして 2.8 の明るいズームつけてると暗いところでもめちゃくちゃ合うんですよね、これがね。本当にそう、多少迷う時もあるんですけど、ちゃんと合わせてくる、粘り強く狙ってくれるというかね、そういったところでね、そこも間違いないかなというふうに思っております。そして最後にね、何度も言いますけど、このね、個人的なんですけれども、このねボディとこの、レンズの連動した時のねデザインが個人的に僕すごい好きなんですよね。普通にかっこいいなっていうね、この感じ。もちろん RF の2470とかとのバランスもね、もちろん最適化はされているんですが、僕 EF レンズのこのねマウントアダプターつけた時のこの、なんだろうな、武骨な感じ結構好きでまあこれ個人的な好みですけどもね、この感じで持っててもね、ちょっと長くいてくれるから、ここで手を添えて、手を添えておいて、ここに添えるだけ、手添えるだけみたいな、こういう持ち方すると非常に安定するんですよね。でこうやって持っておいて、じゃあ撮るぞってやったら、親指でねズームリングを回すような気分、こうやって持っておいて、この感じがねすごい好きなんですよね。 RF レンズよりもなんかぶっちゃけ取り回しがいい気がします。こう親指ねクイッ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 クとこう回してる感じ、これがすごいんですよね。 RF レンズはやっぱねトルク感が結構あるので、ここがね簡単にはこうやって回らないんですよ。まあこれもね、これ今 CPS か、僕のレンズもね結構ここはクイック回るイメージなんですけども、それぐらいでサクサク動いてくれるこの EF レンズの感じ、僕すごい好きですね。うん、すごくいいカメラとレンズって感じです。はい、いかがでしたでしょうか。一気にねお話しさせていただきましたが、やはりね究極の1セットどれを持っていくかってなるとね、皆さんも相当迷ったりしますよね。軽さを最優先するってなるとまた別の装備がやってくるんですが、究極で何でも取れるぞと、ほとんど取れるぞっていうと、この1セット迷わず行けってなると、ここをおすすめしておけば、この絵をおすすめしておけば僕は間違いないかなと。そして僕自身もこれを持っていきますね、おそらくね。撮らなきゃいけないんだって、撮らなきゃいけないものがあるんだと、でシンプルにしながらもね、そういった時の覚悟の1台みたいな、1セット覚悟の1セットってなると、この装備かなというふうに思っております。はい、という形でね、皆様も、いろんなセットをお考えだと思います。皆様の究極の1セットをねコメント欄でお聞かせ願えたらと思います。合わせましてね、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。現在 Facebook のグループなんですけれども、オンラインサロンであります西田渉フォトカレッジを運営いたしております。 WNPC という、ね、タイトルですね。こちらはですね、1200名を超える受講生の方々と週に1回出すお題をね、皆様がそのお題に即した写真を皆様が写真をアップロードして、そして写真リテラシーの高い1200名の方々で切磋琢磨して、どん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 成長していくようなねカレッジ運営をしております。ご参加がまだの方、そして興味がある方はね、ぜひ概要欄からジャンプしていただいて、ぜひ、ね、ご参加いただけたらと思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。